れ見てみろよ。車窓で埋まるしちゃうじゃないか。相続になんかじゃないのか。これからここまで行くね。車窓って書いたら丸してあるじゃないか。自分が丸してあるのに取ったんやないか。入ってるじゃないか。こっからここまでね。こっからここまでね。これ、報道ステーション取ってるじゃないか。こんなもんね。何を車窓丸してあるじゃないか。自分丸車に入れてくれって自分が間違えてんじゃないか。自分の指示が間違えてんねや。上司が間違えとって部下のせいにするな言うてんねん。で、物に当たってやるんやったらお前、ただの、これは入れへんかもわからんって言ったよ。だからこれ見といてくれって言ったやろが、テレビ番組が出てけへんから。ケーブルテレビのやつやから、ずれてるかもわからへんが、信号が入ってけへんから、東芝引かなあかんわ、これ。これが悪いと違うの。俺の操作が悪いわけでもない。これから本気やるんだ。踏んだらあかんやかい。わかったか？自分が間違えてんじゃないかい。もちろん踏も落ちたらもうここのやつ全部取れてるやろか。いや、それ。踏も落ちたらこれと取れてるけど。こんな。最初の最後のわけやったんや。何を言ってんねん。最後のやつはさ、この。車掌もやってくれって書いてあるじゃないかい。報道ステーションの車掌埋まるしてあるじゃないか。ちゃんとで、もうそんだけ言うんやったら、そんだけビデオなんか外したらあかんよ。ビデオ外してやるんやったら。何や。もう夜中に奥さんといてくれよ、ほんま。ごちょ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 音させたりやな。あれもない。お前ちょっと見てみ。もう今やめてくれ。寝てから、起きてからにしてくれ。朝早くやめてくれよ、ほんま。